はい、皆さんこんにちは、マネルグルグジです。では今回は EU4 織田家信長プレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、まあ足利将軍家、を蹂躙するというのを、まあ、やってきたわけなんですけども、いよいよ朝鮮出兵を視野に国内の、まあ、鎮圧というのをね、最終的にやっていきたいと思っています。で、残っている勢力がですね、まずは九州の伊東、さらに北陸では足利、芝と残っているので、まあ、これらのね、家を滅ぼしていきたいなというふうに思っています。で、その過程で、いよいよ朝鮮出兵というのを、まあ、やっていこうかなと思っています。では早速始めていきましょう。まず軍をですね、用意していきます。すでに2万からなる軍勢を陸前に置いてありますので、早速芝、ここに宣戦布告をしていきます。で、芝に宣戦布告すると足利と伊東、まあ、幕府の残党軍と伊東が参戦してくるので、これに大友と安藤さんを入れて一気に駆逐をしていきます。では早速軍を送り込んでいきましょう。一瞬にして壊滅させるというのを前提にしています。で、さらになんですが、この先の朝鮮出兵には圧倒的に軍が足りないので、兵をね、増やすという意味で京都、摂津、尾張、美濃、まあ、この辺りで歩兵をかけていきます。で、さらにですね、外交、今外交官が派遣している先が、まあ、いくつかあるんですけども、このうちですね、新しく民に対しては一旦融和政策を取っていきましょう。朝鮮と民と同時に相手にするのは結構しんどいので、まずは朝鮮というのを考えています。で、それに伴ってお金面だね。お金面、艦隊はまだ上げていかなくていいかな。半分ぐらいまでにしておきましょう。まあ、敵の海軍とぶつかる可能性はありますからね。伊東、足利残党軍、まあ、この辺りは海軍持ってますんで、これらの軍とぶつかった時にしっかり勝てるように、一応ね、用意だけしておきます。で、経済面なんですが、もう一度確認しておきましょう。一旦そうだな、要塞は無効化しておきたいよな。で、国内紛争が起きる可能性がありということ、これは一度安定度をプラスにしておきます。いけるとこまで持っていく、統治力を使ってでも安定化を優先しましょう。で、歩兵をして国内に2万、朝鮮半島に1万程度の軍勢を常に用意しておきたいなと思ってます。ここは安藤さんが足利の残党軍と戦ってるんだな。この隙に陸奥を取ってしまうというのが一番理想的ですね。では少し時間の進みを早めていきます。まあ、来年のね、大河ドラマ、麒麟が来るは、ちょっとスタートが遅くなるという、まあ、個人的には、バッドなニュースなんですけど、まあ、あるようなんでね。大河ドラマは毎回楽しみにしている。まあ、現代ものとか近代ものはあまりというか全く見ないんですけど、幕末だったり、戦国期だったりっていうものは欠かさず見ているので、今回のもね、すごく楽しみにしてます。キャスティングもね、沢尻エリカだったんで楽しみだったんですけど、まあ、残念な感じにはなっちゃってますよね、今は。
下手したら、ちょっと待ってね、一心身を取っただと、やってくれる。一心の奪還だ。完全に落としてたね。ここに伊藤軍が一心身。一心身はね、金になりますからね。早速一心身を奪還しに行きましょう。沢尻エリカ、下手したら、AV 女優になるんじゃないかなって気もちょっとするんですけどね。多額の賠償金を支払うために。そしたら買いだな。完全に。さあ、石見は、このまま行けば奪還できそうですね。石見は金になるからね。さあ、石見の奪還が完了しましたね。そしたら、摂津に軍を移して、いつでも、出動できるように、臨機応変に戦える遊撃隊として、7000の軍、まあ、8000になるのかな。8000の軍を国内に駐留させておきます。摂津に置きます。大阪ですね、今の。で、ヒューガ、陸奥含めて、国内の方は順調に戦いは推移しているので、このまま見ていきます。いや、本当にね、沢尻エリカ、AV 女優転向とかってなったらね、駆け込んできますけどね。そうだなぁ。ブルーレイ版買うかなぁ、多分。よし、陸奥は取った。ヒューガも集結。で、イングランドから、うわ、神社の参拝が来てるな。この宗教系はね、一気に戦乱、内戦に発展するんで、ちょっと慎重に見ておきたいですね。で、神社の参拝。我々の地方の主要な神社を最後に訪れていれば長い時間が経ったということで、参拝するかどうかですね。統治力50を獲得する代わりに、維新10。正当性10失うの痛いなぁ。で、こっちはダカット 21.16。維新10を獲得。維新10か。正当性10だったら飛びつくんですけどね。まあ、ここは、神社に行きましょう。で、イングランドはタバコの話だね。一旦じゃあ、陸前に、兵、1万を置きましょう。で、ヒューガにいる5000。これは秋へと動かします。まあ、いつでも動かせるようにね、しておきたいと思います。秋にいる5000はこれ、1万ぐらいまで、軍勢の規模を増やしておきたいかな。和平交渉は、とりあえず今はガン無視しましょう。朝鮮出兵のためにはね、軍勢の数が全然足りないんで、軍勢の数をね、増やしていくと、こういうのを最優先にやっていくとなると、人的資源のプラスのボーナスが効くような内容っていうのを、まあ、積極的に取り入れていきたい反面、お金もね、ダカットもないので、まあバランス見ながらになっちゃいますよね。希望はまだある。織田は戦争に疲れているが、という話ね。戦争の疲弊度。ちょっとこれも、統治力使って、外交力使って減らしておきましょう。全くもって足りてないね。統治力、外交力。で、軍事力は1000まで貯めて、技術のアップデート、テクニカルアップデートを入れたいので、我慢して貯めます。まあ、最低1万から、まあ、できれば1万5千ぐらいの規模の軍勢、を用意して国内に置いておきたいかなと思ってます。では、戦争終わりにしましょう。すべてを我が領土とする。
さらに金も巻き上げるだけ巻き上げます。こんなとこかな。よし、これで手に入れましたね。で、あとは軍事要塞があるところが残ってれば要塞は無力化していきます。一応全部無力化は入れてあるので大丈夫だとは思うんですけどね。新しく取ったところとかは強制的にあるなんて場合もあるんでね。よし、これで OK だ。では一方は終わりへと帰還させていきます。で、まあ、国内に、まあ、できれば3万、朝鮮に1万、合計2万の軍勢を送り込みたいので、まずはそのための、まあ、人的資源の獲得を行っていきます。今ちなみに朝鮮に戦争を仕掛けた場合、どうなるかだな。何？また秋山が軍事同盟を破棄。やってくれる。アッサムに対しては一度外交官を引き上げましょう。うわ、津波か。うわ、税収が大ダメージ受けてるな。さて、同盟を破棄して戦線復帰した場合どれくらいのダメージが出るかだよね。統治力を少し貯めておいて、安定度プラス入れておきましょう。本当に戦争はね、国内で反乱が起きたりすると立ち行かなくなるので、アイヌが参戦要求。違うね、安東が参戦要求だね。まあ、これは参戦しておきましょう。兵1万を送ってあげよう。で、人的資源に余裕が出てくれば、そこはアジア重兵、俺の補充を行っていく。アイヌを倒して盤石なものにしておきたいよね、国内の安定度。その上で、まあできれば、朝鮮の方から、我々に対して、同盟を破棄してくれるといいんですけど、まあ、おそらく我々から同盟を破棄しなきゃいけない、まあそういう状態になると思いますので、同盟を破棄した上で朝鮮に対して、宣戦布告。さらに、民に対しては、まあ最低でも不参戦を要求していかなきゃいけないですよね。さて、続いて十勝まで進軍したいな。これでアイヌを完全にぶっ潰しましょう。戦争が続くとね、人的資源も国内の不安度も、そして安定度も下がっていく。OK だ。何？和平を勝手に結びやがった。俺の努力はどうなる？陸前まで兵を引きます。で、部隊をしっかりと統廃合を進めておきましょう。まあ1万5000は欲しいんだよね、軍勢は1個あたり。それを、国内に2部隊を置いて合計3万として、都会するものは1万1万合計2万という感じにしましょう。では青木さんの部隊は一度出雲へ。さらに
秋月さんの部隊も丹波へ。で、指揮官不在なので、これ指揮官雇いましょう。うどのさん。うどのさんを陸前へ。で、秋にいる部隊は、これ、信忠ですね。信忠は国外に残って秋で1万5000の軍勢を整えましょう。で、民に対しての開港。民に対してはとにかく、融和政策一辺倒でいこう。港の使用も要請したいね。で、ここに関してはできればね、朝鮮との戦争に味方として参戦してもらいたいので、まずは関係の改善で、民に対しては港を使わせてもらいましょう。これで結びつきは強いものになったはずだ。では収入面確認していきます。 0.13 マイナスか。いやー、マイナス 0.09。 これなんとかプラスにしたいけどね、この後艦隊の維持費も上げていかなきゃいけないので、まあ、金はいくらあっても足りないということになるね。これ艦隊の維持費マックスにするとマイナス 1.66。 なかなか厳しいかな。さらに軍の数は増やしていきたいからな。どうやって金を手に入れるか。なんかこれぞっていう思い当たるのがないんだよな。2万の軍を朝鮮に送り込みますと、まずね。軍事通行権の要請をしておきます。朝鮮には陸路から攻めた方が確実性が高いですからね。新しい技術に投資可能。ちょっと待ってね。これは先に技術のアップデートを入れちゃいましょう。技術。これは、軍事技術を10にアップデートできるね。OK だ。ダカット失うわけにいかないからな。どうする？ダカットは今は失えない。古いやり方でいこう。信長らしくないけどね。ここは我慢のしどころ。金があればね、もうそんなのを惜しまずダカット投入するんですけど、金がなければどうにもならない。さて、では海軍を一度出雲へ動かします。渡海しておきましょう。早めに で、アジア重兵を入れて、これで国内には6つ、陸前に1万、秋に1万という形になりましたね。国内はもうほぼ完全に統一したと言っていいと思う。では、兵を運搬していきます。もしかして港を使わしてって言わないとダメかな。要求しちゃいましょう。港を使わしてねと。さあ軍を下ろします。いつでも
戦えるように。では、丹波に戻ります。追加の税金の徴収。いやー、これは金欲しいし、人的資源も欲しいけど、今は金だ。金をくれ。うわ、踏み絵が来たー。踏み絵が来ると戦争になるんだよな。しかも相模か。これは全力投球するために、二つの分を送って二万で。鎮圧しましょう。もうこれすぐ戦争になりますからね。で、あとはですね、さらに2万の軍を朝鮮に送ります。で、今のうちにね、アジア重兵、いやーもうこれ以上は無理か、アジア重兵。相模の反乱鎮圧に兵、人的資源使うので、ここは我慢しましょう。提督。いいね。で、相模の方は集結するので、これで人的資源をまた使っちゃいますね。兵を消耗したんで。まあ、しょうがないです。艦隊は、一応対馬海峡に置いておきます。これで、朝鮮との国境に合計2万の軍を展開した形になるので、いよいよ朝鮮出兵を始めていきましょう。国内は相模の方で、今ね、奪還戦を行ってるんで、このまま見守ります。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回いよいよ朝鮮と海戦を行っていきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。